お、マスターじゃないっすか。お疲れさんっす。シミュレーターっすか。それとも得意点でもできました。こちとら準備は万端。いつでも戦場に。そういう話じゃない。は、なんだろう。改まって一体何の話。あっ、これはもしやリストラ。日々増大する魔力リソース、役立たずを切って節約するのは自命乗り。ライダークラスとか他にいくらでも強いやつ、有名なやつがいるもんな。その点俺は地味だし、武器は木刀だし、馬は普段いないし、いいとこなしだ。まあいつかはこんな日が来ると覚悟していたぜ。マスターは俺たちに甘いからためらいがあるかもしれない。ちゃんと笑顔でお別れしねえとな。よし、やるぞ。ああ、今までありがとうございました。今後も人類のために頑張ってくれ。違う、違うんだ。これは心の汗ってやつで、涙じゃねえっす。大丈夫、俺も座から見守っているぜ。あ、いや多分無理だと思うっすけど。チョコ。ふんふん、バレンタインデー。ああ、ああ、それか。びっくりした、心臓止まるかと思った。申し訳ねえっす。あ、いやー、そうかそうか、チョコレートか。うっす、ありがたくいただくっす。これ食べる時の作法とかあるっすかね。まあいいか。いやー、そうかそうか、リストラじゃなくてほんとよかった。あ、おう。いや、なんか先走りすぎた、申し訳ねえっす。とりあえずこちら慎んでいただきます。もう甘い。そらよっと。よし、よし、絶好調っす。で、思い出したんすけど、バレンタインってお返しが必要なんすよね。いや、あの時は浮かれ放題でまるで忘れてたんすけど、で、今日まで悩みに悩んでようやくお出しすることができるっす。こちら俺からのお返し。俺が求めてやまなかったもの、手に入れたが失ったもの、すなわちデュランダル。の、おもちゃ。レプリカっす。いや、さすがに本物を渡すわけにはいかないっつうか、持ってないっすよ、そもそも。模造品なんで、ほら、これ。プラスチックっす。でも、質感とかめっちゃリアルっすよ。まああれっす、修学旅行の土産的なノリで部屋に飾ってくれると嬉しいっす。ああ、どうしたもんかなーって悩んでたら、通りすがりの赤い九兵さんが、うん、玩具であるならなんとかなるだろう、それが本物に迫るかどうかは持ち主次第だがね、とか言ってあっさりと、行ってみるもんすね。